皆さんこんにちは、新しいお花のレポートです。先日やっと芽が出てきていたなと、雪笹よりも後から芽が出てきていたのに、なんともう今日お花が咲いているという、この暖かさで一気に1週間ぐらい進んだ感じの状況です。円霊草と言います。これは白ですね。白の円霊草です。見てください。こんな形でお花が咲いています。とても綺麗なね、若草色の葉っぱ、大きな、クローバーみたいな葉っぱになってるんですけれども、そこに白いお花がつきます。こんな可愛らしい、円霊草、ぜひ皆さんも覚えてください。失礼します。